ミニゲーム屋さんにいるわけないもんな。なんかこの前これを壊そうとしたんだっけ。モンテの高さに腹を立てたクリード30が両替機のモンテッテを激しく揺らしたため。あ、ここの経営者のモンテオネを探してる？そうだな、裏社会のことなら東エリアにいるスネイルが何か知ってるかもな。ほうほうほう、ありがてえな、お前。ありがとよ。すっごい欲してたわ、その情報。スネイルさんの方に行けばいいんだ。東エリアって言ったな。この人か。スネイル親分。なんだよ、あんた。ここは、泣く子も黙る、スネイル盗賊団のアジトだ。こんなところに一体何の用だ？何？あのクソタレのモンテオンに会うための方法を教えてくれだと。ねえ、わざわざ自分に敵のことを聞いてくるなんて腹立つよな。やつらのせいで俺たちみたいな真面目な盗賊団はいつまでたっても貧乏暮らしなんだ。憎まれ子よにはばかるってやつ、そのこと分かって言ってるのか。僕は捨てきます。僕がモンテオーネは俺たちからも容赦なくシャバ代を取り立てようとするんだぜ。すごいな。そんなやつに会うための方法を教えてほしいのか。僕がボコしてきます。よし、わかった。それなら虫コイン払いな。まあ虫だ、見た目虫だもんな。1コインもまかるまいぜ。いつの時代も裏情報ってのは金がかかるもんなんだよ。いやでも話が普通にわかる人なんだね。全然話でちゃんと話をつけてくれる。話ばっかり言うな。まあお金、まあね、どこのね世界もお金ですよね。お金は嘘つかないってやつか。まあ払いましょう。多分無理でしょ、ネギンの。え、いいえ。いや本当にいいんだなって聞かれたらさ、何払うのか払わないのかはっきりしねえやつだな。本気で払う気になってから来な。なんて本当にいいのかって聞かなければ私だって払う気でいましたけど。払います。はい、本当にいいだなって聞かないで。本当にもう、うわ、63円になっちゃった。おっしゃ、確かに虫コイン受け取ったぜ。いいか、よく聞きな。西エリアにある遊戯場の隣の店でしなびたキノコとぐるぐる目回しを買うんだ。あー、お店の裏口あったよね。それを買えばそれが合図になるんだ。買う順番は必ず最初にしなびたキノコを買ってからぐるぐる目回しを買うこと。すると店の主人が好きな色を聞いてくるから、お前は黄色と答えるんだ。それがマフィアのオフィスに通してもらうための合言葉なのさ。わかったか。はい、わかりました。あえてメモを取らずに行ってみます。このお店でいろいろ買う順番をちゃんとやれば会えるっていうことで、緊急キノコじゃなくて、あ、シナビタキノコ、あえてメモ、あ、2枚、コイン2枚、安っ。そのために安いのか。あ、キノコが、じゃあポイントが10ポイント貯まりましたので、キノコをプレゼントします。やった、ほんとだ、ポイント10貯まった。あ、アイテム数はまだ大丈夫だな。そう言って、なんだっけ、ぐる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 、これだ、ぐるぐる目回しを買う。12万円か、まあまあするけど、まあ買います。お金は大事だね。あ、うんうん。ところでお客さん、あなたのおひげは何色ですか。うわ、お好きな色じゃないんだ。なんか好きな色聞いてくるって言わなかった。しかも BGM が止まった。で、普通だったらこれ知らなかったら茶色って答えたいけど、茶色はないな。マリオのヒゲって黒かい？茶色な気がするけど。まあ、でもここは黄色なんだよね。好きな色って聞かれるって言ってたような気がするけど。いい色です。あ、質問間違えちゃった。おいおいおい。やり直しと。え、お客さんの好きな色は何色ですか？やっぱ間違ってたんだ。でも別にいいだろ、黄色って答えたんだし。さっきのは違う色で答えてても大丈夫なのかな？黄色。黄色です。うんうん、合言葉もバッチリ。メモしてないけどちゃんと覚えてました。なるほど。モンテオーネさんのお知り合いの方ですね。まあ裏で情報を仕入れてきました。お、消えた！すごっ。
やっぱりな。扉を通れるようにしました。さあどうぞ。地下じゃなかったんだ。じゃあここを進みましょう。モンテオーネさん。あ、そのまま部屋がつながってるわけではなく。あ、社員。ここはいけないところか。トドドラー。薄い壁なのに全然壊れやしない。よし、このまま進むぞ。あ、一応話聞いとく。ゴロツキタウンの西エリアよ。あ、西エリアのまとめだった。うん、モンテオーネファミリーね。じゃあこのまま行きます。いいとこ住んでますね。うわ、シャンデリアだ。完全にマフィアのいい。お金絶対こっちの方が持ってる。盗賊団よりも確実にお金を持ってる。こんなところでハンマーやったらめっちゃか、おか、お、お、怒られるだろ。え、これさ、下も、下のペラも意味あるかな。ちょっと待って。ふー、あ、ダメ？ふー、え、ダメ？結構ペラれそうだったのにな、ここ。ダメっぽいわ。失礼。ここはモンテオーネファミリーのオフィスだ。知らないとは言わせないぜ。まあ、知ってて来てますけど、オフィスなんだ。いたね、今。いたよね、クラウドさん。あれボスだよね、絶対。やっぱ立派なヒゲ生えてるもん。用がねえやつはさっさと出ていきな。まあ、要はチケットが欲しいっていう交渉に来たんだよな。お、なんだおめえは。俺は今機嫌が悪いんだ。下手なことを抜かしたらちょいと痛い目にあってもらうぜ。機嫌が悪い。ちょっとチケットくれ。何？飛行船のチケットが欲しいだとは？おほう。なあ、ここも黙るこのモンテオーネにそんなことを頼みに来るとはいい度胸してるじゃねえか。ね、チケット欲しいなら多分普通は他の手段があるんだと思うんだよ。でも、あえてボスに来ちゃうというね、このマリオの度胸よ。ボスになんてこと、不定野郎だ。おめえ、痛い目に遭いてみたいだね。まあ、待て。逆に隙まであるからね、こういう人の方が。ボスっちゅうのは。度胸がいい兄ちゃんだ。話くらい聞いてやろうじゃねえか。痛い目に遭ってもらうのは、それからでも遅くはね。さあ、飛行船のチケットが欲しい理由を聞かせてもらおうか。なんて言うんだろう。スターストーンが欲しいなーって。あ、もっと正当な理由がありましたね。ちょっとならなかった。何、さらわれた女を助け出したい。そのためにスターストーンっていうのを集めているだと。あ、言ったんだ。マフィアもスターストーン結構興味あったりしない？ちょっと敵になっちゃわない？スターストーンって、この街のお宝伝説に出てくるあのスターストーンだろ？傑作だ！こいつらあんなおとぎ話を信じてるのかよ！あんま信じてないのか？何よ、宝は本当にあるのよ。スターストーンはだって2つも手に入れちゃってるから嘘じゃないんだよな。伝説の宝が本当にあるのかどうかどうでもいい。だが、惚れた女を助け出したいってのは気に入った。そこでだ。あー、やっぱまあ交渉条件ちゅうのはありますよね。俺の言うことを聞いてくれたら飛行船のチケットやろうじゃねえか。一体何かしらん。何、簡単なことだ。実はな、俺の娘がうちの若頭と駆け落ちしやがったんだ。あれまあ、娘さん駆け落ち。だがいなくなってからそんなに時間は経っていない。だがこの町のどこかにいるはずだ。まだおめえには俺の娘モニーと若頭ピートを見つけて連れてきてほしい。若頭やばいんじゃないの？でも捕まったら。連れてくるのが無理ならどこにいるかだけ教えてくれればいい。認められなかったのかな、正当に。若頭と娘ってそんなに悪い組み合わせじゃないような気がするんだけど。あとはこの俺がきっちり落とし前をつけてやる。うわあ、若頭ボス、こんなどこの馬の骨ともわからないやつにそんなこと頼むだなんて。どうです、お嬢さんを見つけてくるのは俺たちに任せてくださいよ。うるせえ、
まだ見つけてねえのがぐだぐだ言うんじゃねえぞこのクスクスクの鍵やろうがおい。おめえらが見つけられねえから恥を忍んでこいつらに頼んでんじゃねえか。おたぞ、俺の決めたことにガタガタ言うんじゃねえ。申し訳ありませんボス、出過ぎた真似をしました。まあ、結局バリオの方がきっと先に見つけてくるからね、この感じわかりゃいいんだよ。まあそういうわけだ、娘たちを見つけてきてくれ。娘のモニ、あらら可愛いね。ピートンはこんな顔だ、青色もいるんだ。お花咲いてた頭に。だが分かってんだろうな、もし娘を見つけられなかったらちょいと痛い目にあってもらうぜ。何日までにとかいうのは特にないんですかね。それか部下の方が先に見つけたらやばいんですか。でもなんか服装もきっちりしてるもんね。胸ポケットに三角にさ、ハンカチーフを入れてる感じとかさ。娘たちがいなくなってからそんなに時間は経ってない。この街のどこかか。いや結構目立ちそうだけどな。地下か。ああ、西エリアでこの、いや、この中でもまとめちゃってんのかい、クリスチーヌちゃん。さすがにマフィアのボスの情報は持ってなかったか。じゃあ行ってきます。はい、ということでこっからは別日に撮っていくんだけど、モンテオーネのマフィアのボスの娘さんと若頭が駆け落ちしたっていうことで、その二人を探したいんだけどさ、どこに行っちゃったかは全然さ、情報がないんだよな。長生きしたけりゃ一方につくか、全く関わらないようにするかのどちらかにするんだな。ちょっと両方に取り入っちゃってる感じあるな。人に話しかけてればいつか教えてくれんのかな。お、くっくっく、なんだか香水の匂いがするぞ。それは娘さんの方か。お前さんの仲間に化粧の濃いやつがいるな。あ、クラウダさんか。いや、それかーい。そういえば、そういえば、そうだ、看板の裏。豆知識で言われてたよね。落書きコーナー欲しい。地下の遺跡にいたプニプニ言ってた可愛い生き物がいなくなっちゃった。シクシク。動物好き、キノピコ。あんまり役に立たなかった、思ったより。てか、思った以上に。まあ、そりゃ、悲しいけど、助けに求めに来てたわけだからね、プニオは。だから、体重が助かったなら来なくなっちゃったのか、こっちに。だいたい裏にいたりするか、まあそれか地下かなと思ってんだけどさ、だって駆け落ちだからさ、見つからないようにしなきゃいけないわけじゃん。いや、あ、いや、外の世界に出るんだったら船着き場か。結構ね、目立つ見た目してたんだよね、二人とも。だから、しかもさ、小柄じゃないと思うから、あの、族、モンテオネ族さんたちは。だから隠れられるような感じじゃないと思うんだけどなぁと思ってんだけど、ちょっと船で出航しようとしているモンテオーネさんの、あ、いたー、読み通り。いやでも見つかったらやばいんじゃないの、大丈夫かな。マリオ、これはいいことなんだろうか、果たして。ね、僕たちはチケット欲しいからそれなんだけどさ。モンテオネの娘、ポニーよ。ポニーじゃないや、モニーよ。さすがにマフィアのボスの娘、肝が座っているわ。あ、そっか、肝は座ってんのか。それにしても、愛に生きる女って、これほどまでに情熱的でまっすぐなのね。私も少し見習おうかしら。うわ、さらにマリオに情熱的になるかも。いや、本当にマリオのこと好きか。たまにちょっと嫉妬してる感じっぽいのあるけど。モニーの彼、ピートンよ。彼ピかと思っちゃった一瞬。こう見えても、モンテオネファミリーの若頭なのよ。若頭で駆け落ち怖いって。つまり、モンテオネの次に偉いやつってこと。そうだよね。だから別にさ、地位的には、娘の彼氏に悪くないと思うけど、どうなんでしょうね。まあ、そこら辺の考え方みたいのは全然わからんけどさ。モニーの尻に敷かれてるみたいで、少し頼りなさそうだけどね。あ、でも、そうなんだよ。根は優しい感じか？話そう。え、何か言おうかしら。え、パパに頼まれて私たちを連れ戻しに来たですって？やばいよね。
どうしよう、ピート。パパに見つかってしまったわ。いや、マリオ、本当にこれはいいことなの？あと少しで、ウネがやってくるのに。お嬢さん、こうなったらボスにもう一度、ちゃんとお話ししましょう。ダメよ、ピート。そんなことしたら、あなた、どんな目に遭わされるか。お嬢さん、ちゃんと話せば、きっとボスも分かってくれますよ。お嬢さんっていう呼び方なんだ、普段も。イートン、あなたは私を愛していないの？愛してるからこそ親に認められようっていうことなんだよね。もちろん愛していますよ、この世の誰よりも。じゃあ逃げましょう、地の果てまでも。お嬢さん、見つかった以上逃げるのはもう無理です。大丈夫、愛は生涯が多いほど燃え上がるのよ。私の愛の情熱はあなたと結婚するまでもう誰にも止められないわ。ということで、あなたお願いだから私たちを見なかったことにしてくれない？うわー、まあでも結局こう見てる感じ、若頭の方が大人で肝が据わってる感じはするよね。普段は女の子のことを好きだからちょっと死にに惹かれてるけどみたいな。いやこれな、チケットってことを考えると見逃せれないんだけどさ。いや、あのボスも娘がこんだけ情熱的だっていうのが分かればな。いやでもそれこそ嫉妬みたいな感じでボコす可能性あるけどまあ見なかったことに返してみようか分かったよ。 ありがとう、あなたってとてもいい人なのね。終わっちゃうな。そうなるとさ、だって今度はマリオが痛い目に遭うんだよな。だからダメだよね。ありがとう。終わっちゃった。見逃さないってしたら、いや、お願いよ、見逃してよで永遠つながる感じだったのかな。これ閉まった感じ？ちょっと痛い目遭うんだけど、絶対に。どうしよう、マリオ。とりあえずモンテオに報告しておかないと。でも私、痛い目に遭うのは嫌だわ。いや、そうだよね。いや、こっちの方が正解だったんかい。ミスった。私は見逃すつもりなかったのに見逃すつもりはなかったんだよ。いやでもとはいえ、見つけたは見つけたからな。ちょっとその情熱に負けて連れてこられなかったけど、見つけられなかったら痛い目合わすのでしょ。連れてこなかったらじゃないと思うんだ。そこら辺をちょっとつっついてみないか、マリオ。こんぐらいしか抜け道がねえぞ。おめえか。で、どうだ、あいつらがいる場所は分かったか？教えるは教えていいよね、ダメやん。知らないって、じゃあ何しに来たんだって話になっちゃうけど。だったらもうマリオもとんずらしないと、教えないんだったら。だよね。いいよね。ダメ、教えたらこれ裏切り者になっちゃう。でも見逃してくれって頼もう。教えるけど。そうかい、ゴロツキ校にいるのか。よくやってくれたな。約束通り飛行船のチケットを用意してやろう。今のうちに船が来てくれたらいいんでしょ。だってもうちょっとで来るって言ってたんだから。おい、おめえら、あいつらはゴロツキ校だ。行くぞ。待って、パパ。なんだい、来たんかい。なんで来たの。逃げなよ。もうここまで覚悟決めたんだから、マリオは。逆に逃げなよ。モニー。ボス、申し訳ありません。ピートン、てめえ、どの面下げて戻ってきやがった。お願い、ピートンを責めないで。駆け落ちしようって誘ったのは私なんだから。それにやっぱり戻ってパパとちゃんと話をしようって言ったのも彼なのよ。そっか、ちゃんとそれを聞き入れたんだね、モニー。ボス、私はどうなっても構いません。だからお嬢さんのことは許してやってください。パパ、悪いのは私なの。罰を与えるなら私に与えて。ボス、全てのせい私の責任です。罰、罰が来る、どんどん来るよ、パパ。ボス。
だって娘さん、お嬢さんにはできないし、だってマフィアのボスは。けどそれだと娘さんは、お嬢さんは言い直すなお嬢さんは許されないしね、その若頭に罰やっちゃったら。あー、うるせえうるせえ。もうに、お前のような娘には弟と愛想が尽きた。そしてピートン、せっかく俺が目をかけてやったのに、あんわだで返すようなことしやがって。お前には本当にがっかりさせられたぜ。パパ、ボス、おめえたちの顔なんぞもう見たくもねえ。二人ともさっさとどこかへ行っちまえ。なんて言うとでも思ってるんだろう。え、その通りだ。結婚でも何でも勝手にしちまうがいい。そういうことよ。好きにしていいって、それは愛情の方の方だよね。パパ、もう何でもいいから許すよっていうパパじゃなかった、ボスハトつけんなお前は。ありがとうパパ、私たちを許してくれて。ボス、お嬢さんはきっと私が幸せにしてみせます。もう泣かせた際はお前はもうボコられるな。えい、早く行っちまえ。くす。お嬢さん、お幸せに。多分ボス以外はみんななんか応援してたんだろうな。兄貴、よかったっすね。もう若頭だもんな。お約束の展開ですが、なかなかいい感じっすよ。なんかね、わかる。お約束だ。さよなら、パパ。本当にありがとう。えべ、ゴロツキタウンで結婚したらいいんじゃないの？ダメなの？外出て行きたいの？だって許してくれたんだから。どっかで会うんかな？おめえまだいたのか？チケットはもらったんか？とりあえず娘たちを見つけて、連れてきてくれたというわけだ。泣きすぎて、口が回らなくなったかもんておね。こんな結果になっちまったかな？かま、約束は約束だ。飛行船のチケットをおめえにやるぜ。ウーロン街へ行く飛行船に乗れるチケット。くそ、あいつこの俺にも見せたことのないいい笑顔をしやがって。あー、なるほどな。おめえになんか頼むんじゃなかったぜ。ありがとうよなかったぜって言うけど、ありがとうよがいいな。おめえのしけた顔なんぞもう見たくもねえ。また来てくんな。なんだよこのツンデレのやつこれはモンテオネファミリーに肩入れしよう今後盗賊団よりこっちの方がいいかな。お金も持ってそうだしね。なんだかんだ言ってボスはお嬢さんのことが心配だったのさ。まあそうだろうな。幸せになれるんだったらそれでいいっていうことだろうな。ボスは見えて照れ屋だから、なかなか素直になれねえんだ。一応ボスはあんたに感謝してるってことさ。うん、言葉尻でそれは感じた。うわぁ、なんかやっぱ、モンテオネファミリーの方がいいじゃん。チケットをくれてやったんだから、さっさと出来で行きやがれ、頑張れよ。ちゃんと一言最後に添えてくれるのかな。ありがとう、行ってくるぜ。やったね、マリオ。これでウーロン街に行けるわ。そうだね。よかったよかった。他に見てないところってあったかな。うわぁ。いやぁ、しなびたキノコって HP1 しか回復しないんだ。あ、まあ、料理してもらえば変わるかな。え？残念ながら失敗しちゃったよ。怖えー。てへへってやってる。俺持っていきな。あら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 。骨になっちゃった。キノコだったんだけど。失敗料理をゲットだ。あ、でも HP と FP が1だから FP 分増えてるからな。いや、ありがとう。失敗しても上位互換になったな。しなびたキノコだったら。あ、1コインだ、安っ。だったら食べるか、あいつか。あ、そういえばそうだ。レベルアップできるようになったんだ。社員が3個になったからね。のこたろう、ごめんね、後回しにして。できるようになったよ、すぐにね。あるある。
ピカーンで、あーる。スキップしちゃいました。ごめんねごめんね、ごめんね。オッケー。来るのであーる。そいでそいで、そうだ。地下にペラッとできるところがあったはずだから、それを回りたいんだよね。わ、17個になってる。うわー、バッチポイント6か。攻撃力が1アップする。交換したいけど、つけらんねーよ。いやー、FP を1減らせるも、なかなかいいけども。交換するだけしちゃおっかな。絶対つけられないんですけど。はい。もう絶対もっと下から交換するべきだと思うけどもね。まあでもまたどんどん交換できるもの増えそうな気がするしね。やっぱ徐々にさ、あの HP が増えてきて敵も、中途半端に1余っちゃうこととかあんだよ、向こうの HP が。そうすれば攻撃力さえアップしてればいいってことだからさ。いやまあここら辺を外せばできないことはない。ああ、1足りない。これ。まあ早く倒せれば早く倒せるほど、逆にね、それも防御みたいなもんだからな。あと FP とかも使わずにいけるっていう。ということなんで、あれこっちじゃないか。まずここだ。ここ。ふー、入り口っぽいよな。お？何がある？あ、なーに、逆サイドか。こっちからも来られるようになったんで、この土管入れば、すぐここにも来れるようになったと。ちなみにこの穴を見つけたら手前に行ってジャンプすると、みたいなのがあったよね。穴を見つけて手前。いや、これは穴じゃないもんな。あ、ここ？これは違うか。穴があって手前に行ったら、うっす。手前に行ってジャンプ。おお！うわ、ちょっと危ない。たまーにラッキーのバッチョゲットだ。あ、うわあ、いいけど、つけれねえ、バッチポイント。バトル中敵がマリオへの攻撃をたまにミスするようになる。そしてやられた。ほら、この3だから、HP3 だからさ、すごいちょうどいい、そういうことなのよ。ただ1しかもらえない。しょっぱいぜ。よし、ここもだ。ふぅ、ちょっと壁の裏側行っちゃってまーす。お、宝箱。ハッピーハート P のパッチをゲットだ。バトル中毎ターン確率で仲間の HP を少しずつ回復する。まあ、これマリオのバッジ持ってたけど仲間分も手に入れたんだ。うわ、こうやってまあ買わなくても手に入ることはあるからね。ありがたいが、しかしなんですね。が、しかしなんです。いや、これぐらいかな。やっぱりあの裏技教えてくれる人のところもっと全部聞いてこようかな。ちょっと戻ってきたんだけど、意味がありそうなのだけ使いますね。知ってるのはカットします。情報聞く。ただあとはお金がある限りなのよな。謎の組織。うわ、これは気になりますね。払います。10回は聞ける。最近ゴロツキタウンは怪しい連中はうろうろしてるっていう話でやんす。鍵3人組の仲間のことか。頭に覆面をかぶったバツマーク。はい、そうでした。地下のどこかでピカピカ光る石を発掘した。ゴロツキタウンでスターストーン1個ゲットしたって言ってたのが地下にあったんだ。やっぱり何をしてるんでやんしょうね。と、こんなところでやんすかね。いや、結構いろいろ知ってんな、本当に。情報聞く。お悩みセンター。うわぁ、これこそ知ってそうだけども。時々とてもいいものを報酬としてくれることもある。知ってました。あ、近いうちに新しい情報を仕入れておきやすからまた来てくれ、遅れてやんす。あ、終わった。終わったわ。まあでも全部聞けたっていうのが、すっきりして次のとこ行けますわ。よしよし。フィールドでのマリオたちの移動がのろくなる。嬉しいか、それ。早い方がいいんじゃないのかな、のろのろ歩く。あ、じゃあ逆に、カメさんのマークだから、ウサギのマークで、ぴょんぴょん歩くみたいな。まあ、ぴょんぴょん早いかって言われると、そんなイメージないけどさ、ぴょんぴょん。ビュンビュン、ビョウビョウ、
アクロバット技のコマンドを入力するタイミングが分かるようになる。あえー、可視化できるバッジもあるんだ。うわ、結構欲しいとこあるけど金がね。はい、じゃあ一旦ここまでにしたいと思います。次回は新たな地に向かうかな。ね。バイバーイ。